ルバーブ、ルバーブ、とは、タデカ大王族の中の食用とされている、幸い品種である。学名は統一されていないがなどが用いられる。和名は、食用大王、食用大王など、多年層で太くて短い地下茎を持つ。寝生する、大きな葉は有毒。緑白色の小花が集まり、塩水果汁を作る。地面から伸びる、多肉質の傭兵を食用とする。 生では、セロリのようなパリッとした食感と強い酸味がある。一般的な調理法は果物に近く、甘みをつけて、パイや、クランブルなどのデザートに用いること多い。ルバーブにはやレイン、さらに、例えばレインの配当体である、クルコレインのような複数種のが含まれており、これらが、しゃげ作用、機械的作用、刺激性作用の両者ともを表すため、 便秘の際に下剤として有用である。英名のルバーブは野菜として栽培される種だけではなく大王族の総称としても用いられる。特に食用種を指してガーデンルバーブ、パイプラントと呼ぶ。食用栽培種としてのルバーブの歴史は18世紀頃に英国で始まった。遺伝的な起源は明らかになっていないが、交雑によって得られたと信じられている。 原種の一つと考えられるは、大王族として唯一のヨーロッパ固有種であり、17世紀から栽培が始められた。シベリアもしくは、モンゴル原産のはその後に、西欧へ導入されたと考えられる。他の原種候補には、中国原産のなどが挙げられる。食用種の学名について統一された見解はない。1988年に、 デール・マーシャルが編纂した大王族に関する文献目録では、食用ルバーブは一般にとみなされているが別種であり、正しく和だとされた。同様の見解をとっているによれば、北米ではこの語用が浸透しているとみられる。また、同文献によれば、和の4倍体、和の2倍体であるが、過去には学名の語用に基づいて異なる報告がなされたことがある。その他に食用種、 ガーデン・ルーバーブの学名としてを採用している例には、イタス、インスイクロープディア・オブライフ、園芸植物大辞典、小学館、1989年などがある。日本で観光されてきた、園芸辞典の多くは、食用種の学名をとしてきた。例としては、原食日本薬用植物図鑑、保育者、1964年、野菜園芸大辞典、養犬堂、 1977年、最新演芸大辞典、成分動進行者、1983年、世界有用植物辞典、平凡者、1989年がある。これらが実際におさすのか、学名が取り違えられているのかは定かではない。フロラオブノースアメリカはが、ヨーロッパで広く栽培されているとも述べている。食用ルバーブを純粋種とみなさない著者も多い。 1948年に、ソースラッドとライザターは、親種が不明であるという観点から、食用栽培品種の総称としてを提唱した。この名は、プリシー、プラントリーソーセスオブサウスイースト、アジアやザヨーロピアンガーデンフローラ、ケンブリッジユニーブ、プレス、1989年などで採用されている。アメリカ合衆国農務省の農業調査局の、 データベースに基づくワールドエコノミックプランツ、エスタンダードレファレンス、CRC プレス、2016年は、食用品種が主観雑種であることを明示してという種名表記を行った。英国王立園芸協会は食用に栽培される、ほとんどの品種をと総称している。食用ルバーブの和名としては、食用大王、食用大王や、マルバ大王、マルバ大王がある。後者は、 一般の大王と比べて、葉が丸みを帯びていることから来ている。のシノニムであるは、から大王、灯大王という和名を持つ。ルバーブという言葉は古代にリシア語のプラスに由来すると考えられている。は、ディオスコリデスが呼んでいたルバーブの名で、は、万族のを意味する。他にルバーブ、レウム族のシャゲ作用との関連でギリシア語の、流れるが語源となったという説もある。 はまた、ボルガ川の水名でもある。ルバーブは初期にはとも呼ばれていたが、ボルガ川と国会を越えてという意味だという説がある。以下は、食用ルバーブ一般に関する記述で、複数の種についての記述が混在している、可能性がある、前説参照。競争な多年草で、木質の地下茎と多肉質の根を持つ。多数の巨大な葉が根生する。 葉は平滑で心臓形外し、幅広の卵型、長さ、幅ともに50センチメートルほど。葉先は丸く二部形。円片は歯状、もしくはやや縮れていて、縁毛を持つ。腰心基部から5から7本の手のひら状脈が伸び、無毛もしくは葉脈に沿って、葉裏に重毛が生える。褐色もしくは白みがかった薄いロート系の幼少を形成する。 食用とする多肉質の傭兵は丈夫で、歯と同程度の長さかそれ以上に伸びる。断面は半円形で直径2トル以上になる。縦に浅い溝を生じる。色は緑からピンク、または赤。6から7月までに高さ1から2メートルに及ぶ太い、家計を抽出し、長端に白から、 緑の小花が250から500ほど集まって15から40センチメートルの円錐花状を作る。花形につく葉は先端ほど小さい。両性花で花皮片23枚、湯髄6から9本、花中3本からなり、脂肪上位。湯髄先熟のため、地下受粉は行わない。果実は約1センチメートルの痩せ花で三角形の両辺に翼弁を備える。 染色体数は、なお本種としばしば混同されるわである。野菜として温帯地域で栽培される。寒さには C が対処性はないため、熱帯地域における栽培は高齢値に限られる。冷涼地での栽培は極めて容易。温帯気候では春から秋に成長し、冬季に日照時間が短くなると休眠する。開花には、 摂氏6度以下で数ヶ月間の瞬間処理が必要なため、熱帯では開花は稀である。生育に適する温度は10摂氏25度。多くの品種は摂氏30度以上の温度に弱く、傭兵の生育が悪化する。地上部はマイナス3摂氏4度で固始する。ほとんどどんな土質でもよく生育するが、強度の深い、肥沃で水はけの良い砂浄土に適する。酸性度にも耐えられるが、 生育には pH6.5 から7.0が最適。繁殖は主に株分けによって行われる。定食後数年すると目が密集して傭兵が細くなるため新たな株分けが必要になる。未生では成長が遅く個体差が生じやすいためあまり行われない。ルバーブは北米と北ヨーロッパを中心に広く栽培されている。 温帯性の気候の下では、露地栽培のルバーブは、収穫期が年間で特に早い作物の一つで、普通は春の半ばから終わりにかけて、北半球は4から5月、南半球では10から11月最初の収穫が行われる。露地栽培のシーズンは9月まで続く。ルバーブは収穫後すぐに食べることができ、切ったばかりの茎は硬く光沢がある。露地栽培のほか。 冬に掘り取った根株を暖房温室で栽培する南下栽培法がある。南下栽培では光のない環境で生育を行うため葉粒素が形成されずアントシアニンの鮮やかな赤色が優勢となる。また茎はより甘く柔らかくなる。南下栽培のルバーブは英語でホットハウスルバーブと呼ばれ特に早春に店頭に並ぶ。英国では 明かりのない小屋で、促成栽培されたルバーブの初物をロークの明かりの元で収穫する習慣がある。ウェストヨークシャーの三つの都市、ベークフィールド、リーズの間にある地域は、この種のルバーブを特産としており、として名高い。季節性が高い野菜なので、英国やアイルランド、ロシアのような寒冷地では旬ではない時期に、新鮮なルバーブを得るのは難しい。ルバーブは、 直射日光が当たる土地でよく生育する。コンテナ栽培も可能だが、株がシーズン中に成長する分だけの容量が必要である。冷涼な気候での栽培に適し、約摂氏30度以上の高温には弱い。考えを受けると、有毒成分の集酸が葉から過食部に移行して高濃度となる可能性があるため食用に適さない。クリムゾンストック。 シンクの茎という詩的な故障を持つが、茎の色はシンクだけでなく明るいピンクの不入りのものもあれば、全く色づかない薄緑のものもある。発色はアントシアニンの働きによるもので、品種や気温、収穫時期によって異なる色を示す。緑の茎を持つ代表的な品種ビクトリアは競争で知られる。クリムゾンレッド、 カーウッドディライト、スタークリムゾンなどは赤い茎を持つ品種である。視覚的にも、美しい赤色の品種は、人気が高いものの、風味で勝るわけではなく、緑色の品種と比べて一般に小型で、収穫効率は良くない。有害物質の含有量は、色からは判別できない。有機農業を衝動したは、風味に優れたお気に入りの品種として、ホークスシャンペン、ビクトリア、 ティンパーリー・アーリー、アーリー・アルバートを挙げた。またギャスキンズ・パーペチュアルは、中産の含有量が最も低い部類であるため、栽培期を通常より、はるかに長くしても、過度に酸っぱくならないとして推奨している。中国人は、本種の禁煙種、大王の根を数千年にわたって、薬用としてきた。西暦紀元前後、元代に成立したとされる。 神能本草業にも記載がある。古代ギリシアでも知られており、医師、ディオスコリデスが記録したまたはと呼ばれる薬草の根が、現在ヨーロッパ圏でいうルバーブ、大王族だと考えられる。ルバーブは、ボスポラス海峡経由で、ギリシアに伝えられたが、交易ルートが確立されたのはかなり後のイスラーム時代であった。この頃ルバーブは、シルクロードを通って運ばれた。 14世紀にアレッポとの港を通じてヨーロッパに運ばれたルバーブはターキッシュルバーブと呼ばれた。後には別の海上交易路やロシア経由の陸路が開拓された。交易ルートによってインディアンルバーブ、チャイニーズルバーブなど様々な名が付けられたが、これらが種や産地の違いを意味するかは明らかではない。ロシア帝国では特にルバーブを対象とした品質管理制度があり、 そのためか18世紀ヨーロッパでは、ロシアンルバーブが最も珍重された。中世ヨーロッパでは、アジアを横断して運ばれてくるルバーブは高価であり、シナモンやアヘン、サフランのような高価なハーブやスパイスと比べても数倍の値がついた。商人にして冒険家のマルコ・ポーロは、ルバーブの生産地を探し求め、タングウ都人が住む土地の山間部で栽培されていることを発見した。 ティムールの治世に1403年から1405年までサマルカンドで大使を務めたルイ・ゴンザレスで比べホは報告書の中でルバーブの価値をサマルカンドに集まるあらゆる商品の中でも最上ののは中国から来ていた。とりわけ絹、サテン、ジャコ行、ルビー、ダイヤモンド、真珠、そしてルバーブと伝えている。高価であったことと薬剤師からの需要が増えたことにより ヨーロッパの地でルバーブを栽培する取り組みが行われた。17世紀初頭、ルバーブに似た根を持つ植物が、ブルガリアのリラ山脈に自していることが発見された。当時のヨーロッパでは、根として輸入されたルバーブしか知られていなかったため、この発見は驚きをもって受け止められた。後にと命名された、この品種は、薬用として広く栽培された。18世紀になると、シベリア原産とされる。 中東原産の中国原産のなどの導入が始まり、おそらくこれらの根交によって現在一般に見られるルバーブが生まれた。19世紀半ばには純粋種の栽培はほぼ行われなくなったと見られる。分類学の父とされる博物学者カール・フォンディンネはヨーロッパの最貧国に数えられていた祖国スウェーデンに茶、コーヒー、 ココナッツなどの商品作物を導入しようと試みた。その多くは失敗に終わったが、数少ない例外がルバーブであった。晩年のリンネは、ルバーブの導入を、私の最も誇らしい業績と呼んだ。ルバーブという名が指す対象が曖昧なこともあって、薬用植物であったルバーブが食用とされた経緯は明らかになっていない。16世紀後半のイギリスでは、 ほうれん草やビーツのように、ルバーブの葉を煮て食べることがあったと伝えられている。18世紀半ばには茎を食用にしたという記録がある。19世紀の初め、農園主、ジョセフ・マイアットは、英国コベントガーデンの卸売市場に、初めて野菜として、ルバーブの傭兵を出荷した。当時ルバーブは、薬用植物とみなされていたため、売れ行きは芳しくなく、 下剤のパイを売ろうとしていると揶揄されたという。しかし、マイアットは長年の取り組みによって需要を作り出した。マイアットが自分の作った品種に王室由来の名、ビクトリアやプリンスアルバートをつけたことは一般の認知を集めるのに立った。これらの品種は現在でも栽培が行われている。18世紀から砂糖の低価格化が進んでいたことも普及に大きく貢献した。 また、洋兵の甘みを増して、色味を良くする南下栽培法も、この時期に発された。ルバーブワインや瓶詰め、缶詰などの生産も行われ始め、食材としての利用は、英国全土に広がった。ルバーブの生産は1939年にピークを迎えた。ルバーブは、英国植民地にも伝えられた。ジョン・バートラムは1730年代には、すでに、北米フィラデルフィアで、 ルバーブの栽培を行い、食用、薬用に用いていた。種子を提供したのは、ピーター・コリンソンである。トマス・ジェファーソンは1809年と1811年に、モンティー・チェロの菜園で種を栽培しており、食べられるルバーブ。葉は、ほうれん草のように見事という覚え書きを残している。1800年前後には、北東部で栽培が広まり、1822年までに、 ニューイングランド一帯の物産市場で販売されるようになった。1840年代から50年代には大規模な栽培が始められた。開拓時代の女性は大量の砂糖を消費することに不満を感じながらも春の味覚としてルバーブのパイを愛し西部へその種子を運んでいった。十九世紀末には著名な育種家ルーサーバーバンクがカリフォルニア州での栽培に適した甘い品種を 作出した。第二次世界大戦は英国と米国でルバーブの人気が低迷するきっかけとなった。戦時中に砂糖や燃料が配給制となり熟練労働者が不足するとルバーブの温室栽培は打撃を受けた。戦後になってもそれまでの生産量水準が回復されることはなかった。米国のルバーブ消費は長期にわたって低迷し、1980年頃には ヨーロッパ系の高齢者にしか好まれない傾向もあった。しかし、さらに近年になると、健康や地産地消などへの意識の高まりから徐々に、再び注目されるようになった。日本へは、明治初期に伝えられたが、生食における、独特の風味が好まれず定着しなかった。1920年代には、長野県の野尻湖畔や軽井沢など、外国人避暑地の周辺で、 在留外国人向けに栽培が始められ、長野県の品野村でキリスト教牧師を務めていた太田愛人は全国的には知名度が低かったルバーブを1976年の著書辺境の食卓で紹介した。当時ルバーブは限られた地域でしか栽培されておらず、太田は外国人客が他県からルバーブを仕入れに来訪する様子を筆にしている。 1990年頃には健康、自然食ブームに後押しされて、神奈川県などでも栽培と研究、開発が始められた。2016年時点、食用野菜として一般に浸透したとは言えないが、北海道と長野県を中心に各地で生産が行われており、百貨店などで販売されている。長野県富士見町は2004年頃からアカルバーブを特産品として、 町おこしに取り組んできた。北緯三十六度付近と本州中部ではあるものの、標高約九百メートルから千四百メートル程度の高原地帯に位置する富士見町の冷涼な気候は赤いルバーブの生産に適しており、生産量は日本一である。ゾウムシの一種はルバーブを宿主とする。歯と茎に大円形、または円形の食根や産卵根を残し、を引き起こす。 春には根に蓄積されたれんぷんが新しい葉の生育のため等に変わるので空腹の野生動物が掘り起こして食べることがある。吹きに似た多肉質の茎、正しくは傭兵を食用にする。杏のような香りと酸味は果物にとぼしい北国で珍重されてきた。ジャムやパイ、プリン、砂糖煮などのデザートに用いるのが一般的だが、塩味の料理やピクルスにも用いられる。 肉料理の後に食べると消化を助けるという説がある。栄養面では、カルシウム、マグネシウム、ビタミン A、ビタミン C は、ある程度豊富だが、それ以外のビタミンやミネラルに特筆すべきものはない。茎を生果材料とする原根の養蜂が始まったのは、比較的新しく、砂糖が一般に流通するようになった18世紀のイングランドで、初めて記録され、 二十世紀に行われた二つの世界大戦の間にピークを迎え、ただし、薬用とされていた根を食材としても用いる例は十世紀に中東を支配したイスラム帝国のアッパースワサで、すでに見られ、十三世紀にはイスラム統治下のスペインを通して南欧に伝えられていい。早根に集産を多く含むことから、金属の錆落としや皮の舐め資材、 殺虫剤として利用することもできる。紙の脱色に利用する例は17世紀にすでに見られ、現在でも行われている。養蜂では、バロア病の原因となるミツバチヘキイタダニを駆除するために集酸を用いる。一部の養蜂家は、自然由来の殺ダニ剤として、集酸を含むルバーブの葉の染液を用いている。未調理では、 酸味と硫黄化合物による独特の好機がある。これを抑えるため砂糖を加えて調理するのが一般的である。生の茎の硬さはセロリやラッキョウに近いが加熱すると容易に溶ける。ルバーブの茎は水分が多いため水を加えず砂糖をかけて加熱するだけで溶かすことができる。調理や保存に用いる容器には耐酸性のあるステンレスやアルマイト テフロンコートなどの素材が適している。レシピによって皮を剥くこともあり、表皮と内部で色素の分布が異なることから料理の色味に影響する。砂糖にコーンスターチか小麦粉を加えてとろみをつけたものをパイ当たるとクランブルのフィリングとする。英国及び米国の家庭ではパイへの利用が最も一般的である。19世紀の料理本の多くや米国の サッカローラインガルスワイルダーの短編小説、はじめの4年間では、ルバーブは、パイプラントという愛称で呼ばれていた。この名は現在でも、米国の一部で通用する。近年では、イチゴと組み合わせた、ストロベリールバーブパイが定番となったが、これを冗談半分で、いささか不幸な結婚と呼ぶルバーブ純粋主義者いる。パイに次いで、一般的なのは、ルバーブソース。 アップルソースに似た砂糖煮やジャム、形を崩さないように調理したコンポートやオーブン焼きである。副材料としてシナモンやオレンジピール、ジンジャー、レモン、イチゴと共に用いる例が多い。日本では一般にジャム材料として認識されている。ルバーブは適量のペクチンと酸を含んでいるので必ずしもペクチンを添加せずともジャムを作ることが可能である。 乾燥ルバーブをフルーツジュースに漬けることもあり、その場合定番のに倣って、ストロベリージュースが使われることが多い。かつての英国では、安価なおやつとして、生のルバーブに砂糖をまぶして食べる例が広く見られた。第二次世界大戦中に物資が不足した際には、菓子の代用として、もっぱらルバーブの茎やリコリスのを食べていたという体験談がある。 このような食べ方は現在でも北欧その他の国々で見られる。チリではチリアンルバーブなるか学名と呼ばれる野菜の茎に塩や唐辛子をつけたモノストリートフードとして食べられているが実際にはルバーブとは桃園の種である。英国ではフルーツワインの原料としても用いられる。フィンランドではルバーブからを作る。ロシアなどではソフトドリンクのコンポート。 砂糖漬けのコンポートとは異なるの原料とすることもる。コンポートはやや酸味がある、清涼飲料で、特に夏に冷やして飲む。イタリアにはと呼ばれる、食前酒がある。西洋でいうルバーブの根は、中国医学の中で大王と呼ばれ、下剤として、数千年にわたって用いられてきた。ただし、中国で用いられていたのは、本種、ではなく、同じ大王族の、である。 ルバーブの根は中世、アラブや中世ヨーロッパでも処方されていた。中国医学から西洋に取り入れられた医薬品としては最初期のものである。ルバーブに含まれると呼ばれる色素は、アメリカ食品医薬品局が認可した6、ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼ、ガン、細胞の代謝に関与する酵素の阻害物質に選手のリストに含まれており、実験室レベルでは、 人の白血病細胞を48時間で半減させた。またマウスモデルに移植された他の種類の癌細胞の成長を抑制することも示されている。さらに、効力の高い S3 と呼ばれるフィシオン誘導体は、マウスに移植された肺癌細胞の成長を11日間で1、3に減少させた。英国では大勢の俳優が背景音としてガヤガヤと会話を交わすこと、 ガや、お族に、ルバーブと呼ぶ。その際、耳に立ちにくい音の連なりとして、実際に、ルバーブ、ルバーブと発生することがある。北米では、野球の試合中に行われる乱闘や抗論を、ルバーブと呼ぶ。ルバーブには、他の植物と同様に様々な成分を含んでいる。以下に、ルバーブに含まれる成分の例を挙げる。ルバーブの根と茎は、 エモジンやレインのようなを豊富に含む。これらの物質は、機械的下剤としても刺激性下剤としても、作用するため、原料の補助薬として、ルバーブが利用されることがある。根の粉末から抽出したアントラキノン化合物は、医薬用に用いられている。参考までに、米国ハーバード大学の研究者チームは2014年の論文で、 ルバーブに含まれる成分とほぼ同一の形態を持つ、アントラキノン誘導体の一種であるアントラキノンマイナスに、7ナジスルホン3、9、10アントラキノンマイナスに、7、ダイサルファニックアシッドが、有機型レドックスフロー電池の電化単体に、利用できることを示した。地下系に含まれる、スチルベノイド化合物、など、は、糖尿病のマウスの血糖値を下げる働きがあると、 考えられている。ルバーブはまた、および、タイのフラバノールグルコシドを含む。ルバーブの葉は、複数の有毒物質を含んでいる。その一つである集酸は、多くの植物に見られ、人毒性、腐食性を有している。ルバーブの葉の摂取によって、健康被害を起こす例は、昔から多く、特に第一次世界大戦後の英国で、食料源として推奨された際に問題となった。 有毒の歯から抽出された液体は炭酸カルシウム沈殿物を混合することで集酸の除去処理を行ってから香料として利用される。集酸は茎にも存在するが微量であるため人体に害を及ぼすことはない。ラットにおける純集酸の半数致死量は体重 1kg あたり 375mg、375mg、kg であり、これは 体重 65kg の成人に対して約 25g に当たる。ルバーブ用の周酸含有量は一定しないが、典型的には0.5%程度であるため、成人が半数致死量を摂取するには、酸味のきつい葉を 5kg も食べなければならず、現実的ではない。別の研究では、ラットの傾向最小致死量としてより高い 7500mg。 キログラムという値が報告されている。重曹と共に煮ると水溶性の周酸塩が生じる、ため毒性が強まる、可能性がある。またルバーブ用には、周酸以外にも未同定の有毒物質が含まれると考えられており、その正体は、アントラキノングリコシド、センナグリコシド、としても知られるの一種だという可能性がある。傭兵、茎の周酸ガン有量ははるかに低い。 茎の全酸度は主にリンゴ酸からなり、2から2.5%のみが周酸である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。